こんにちは。今回は中長編み2目の玉編みを紹介します。中長編み2目の玉編みはこの形になります。続けて編むとこのようなふっくらとかわいい玉編みができます。中長編み2目の玉編みの編み方を紹介していきます。玉編みを編む糸は分かりやすいように別の糸にしました。中長編みは立ち上がりは鎖編み2目です。鎖編み2目を編んで、これが中長編みの立ち上がりです。1目だけ中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて、中長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出します。その時、中長編みの立ち上がりの鎖編み2目分ぐらいの長さに糸を引き出して、針には3本の糸がかかっています。このすべてを一度に引き抜いて、これが中長編みです。次は中長編み2目の玉編みを編みます。わかりやすいように間に鎖編み2目を入れておきます。台にする目も2目開けた3個目のところに中長編み2目の玉編みを編みます。針に糸をかけて、中長編みの頭に針を入れ、糸をかけて、立ち上がりの鎖編み2目分ぐらい長めに引き出します。これが未完成な中長編みになります。針にかかっている2本の糸で未完成な中長編みが1目できたことになります。今回は中長編みの2目で作る中長編み2目の玉編みを紹介しますので、同じところにもう1回未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて、同じところに針を入れ、糸をかけて、長めに引き出します。糸の長さを揃えます。針には未完成な中長編み2目と、あと1目の糸がかかっています。全部で5本の糸がかかっています。この未完成な中長編み2目を一度に引き抜いて玉編みにします。未完成な中長編みを指で押さえながら、針に糸をかけて、すべての糸を一度に引き抜きます。これが未完成な中長編み2目を一度に引き抜いて、中長編み2目の玉編みです。ここまでが玉編みの完成です。次は間に入れる鎖編み2目を編んで、次にもう一回、中長編み2目の玉編みを編みます。針に糸をかけて、鎖編み2目を入れましたから、2目開けた3個目のところに針を入れて、糸をかけて、長めに引き出します。これで未完成な中長編みが1目できました。次も針に糸をかけて、同じところに未完成な中長編みを編みます。未完成な中長編み2目ができました。これを一度に引き抜きます。一度に引き抜いて、ここで中長編み2目の玉編みが完成になります。続けて玉編みを編む時がありますが、その時はこの形で玉編みが完成していますから、次の玉編みはすぐ隣のところに中長編み2目の玉編みを編むとすると、これで未完成な中長編み2目ができましたから、ここで全てを引き抜きます。これで玉編みが2目並んだことになります。中長編み2目の玉編みを続けて編みました。こちらは中長編み2目の玉編みを1つだけ編んだ形です。
これが中長編みの玉編みの形です。鎖編み2目を編んで、次は未完成な中長編み2目を編んでみます。同じところに未完成な中長編みを2目入れました。この形がこちらの玉編みになります。この段階では玉編みではなく、未完成な中長編みを2目編み入れたことになります。それをまとめると、このような玉編みになります。すべてを一度に引き抜いて、玉編みが完成しました。今回は中長編みのための玉編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。